皆さん、おはようございます。今日は僕、大和勉の平日をご紹介していきたいと思います。朝は部活の朝練があるので、結構早めに起きてます。兄さん、おはよう。おはよう。あれ、今日ってなでしこが朝食当番だっけ？いいえ、違うわ。父さん昨日遅かったみたいで、まだ寝てるのよ。起こすのはかわいそうだし、私も今日はちょうど早起きしたところだったから、ついでに作ってたの。そっか、ありがとうなでしこ。僕も手伝うよ。見ての通り、僕らには母がいません。母は、僕たちが幼い頃に病気で他界しました。なので、忙しい父の負担を減らせるよう、家事を分担して生活しています。いただきます。わあ、美味しそう。二人ともすまない。父さんの当番なのに寝坊してしまって。いいのよ、父さん。父さん忙しいもんね。無理しないで僕らを頼ってよ。兄さん待って。一緒に行きましょう。ああ、うん。なでしこも僕と同じ、桜学園高校前駅が最寄りの中学校に通っているので、時間が合えば一緒に電車に乗ります。電車が到着いたします。白線の内側までお下がりください。ねえ兄さん、今日の夕飯何か食べたいものある？そっか、今日の夕飯当番はなでしこだったね。僕の分はいいよ。え？今日は外で食べてこようかなって思ってるんだ。だからなでしこが食べたいもの作りな。あら、そうなのね。竹尾さんと？その僕、彼女できたんだ。だからそのこと。兄さんに、彼女？ってことだからじゃあね。今まで、妹と恋愛の話とかしたことがなかったので、彼女の存在を打ち明けるのは少し恥ずかしかったです。さっき朝食を食べたばかりですが、部活で動いてお腹が空いたので、二度目の朝食を取りました。おはよう、またたびさん。ジェス！そこ僕の席だよ。知ってる。僕の彼女、またたびニアはヤンキーです。つい最近まで、彼女のことは怖い人だと思っていたけど。ジロ、おい、ジロジロ見てんがねえよ。ごめん。恥ずかしいだろ。ん？やっぱり怖くない。僕の彼女は、とても可愛い人です。いただきます。あ、ヤマトの弁当うまそう。卵焼きいる？いる。やったやった、やっと学校終わったぜ。なあなあ、どこ行く？今日の放課後の部活は休みで、彼女と遊びに行く約束をしていました。歩きスマホ危ないよ。はい。にゃあどこ行くか決めた。遊園地行こう。うん、よし、じゃあ出発。僕は今日、この初めてのデートで、またたびさんにあるお願いをしようと密かに計画をしています。うおー、半端ねー。楽しい。おいしい。おいしい。半端ねえ。へへへ、別に家まで送ってくれんくてよかったのに。駅まで遠回りだろ。なんで？もう暗いんだから、女の子を送るのは当然でしょ。女の子？それに、僕、少しでも長くまたたびさんと一緒にいたかったから。それはにゃーも。あ、あのさ、またたびさん、僕、あなたにお願いしたいことがあるんだけど、いいかな？僕たち恋人同士でしょ？だからさ、こいつにゃーにチューする気だ。待て、にゃーまだ心の準備が。やめて。やめない。僕このまま黙って帰るわけにはいかないんだ。これからの二人のためにもね。にゃーちゃんって呼んでもいいかな？にゃーちゃん。
ほらさ、僕たち付き合ってるのに、いつまでも名字呼びだと距離が遠いと思わない？だから、ずっとそう呼びたいなって思ってたんだ。お願いってそれ？うん。勘違いさせんな、紛らわしい。そんなもん勝手に呼びやがれ。ミヤちゃん？ああ。ミヤちゃんにも、僕の名前呼んでもらいたかったんだけどな。兄さん、私も掃除手伝おうか？ありがとう。でも大丈夫だよ、なでしこ。兄さん、私も干すの手伝うわ。ん？これは僕の当番だから、なでしこは勉強してな。今日の分はもう終わったわ。え？それに、二人でやった方が早いと思うの。なでしこはいつも家族のことを気にかけてくれます。妹と思えないくらいしっかりしていて、本当に頼りになる存在です。ミヤちゃんに勉強中だと伝えると、構ってほしいのかスタンプが大量に送られてきました。そういうところ僕は可愛いなと思ってたりします。兄さん、ちょっといい？どうしたの？勉強中にごめんなさい。この前貸してもらった本の続き、貸してもらえないかしら？いいよ、ちょっと待ってね。あの、さっきからすごい通知鳴ってるけど。ああ、彼女からスタンプが送られてきてるんだ。彼女？ほら見て、なでしこ、この子が僕の彼女のまたたびニヤちゃん。あら、髪の毛が金色だわ、外国の方？違うよ、染めてるだけ。もしかして兄さんの彼女さんが不良さんなの？私、そういった方にお会いしたことがないからわからないけど。ああ、うん、そうかも。大丈夫なの？不良さんは怖い方だって聞いたことがあるわ。私、兄さんのことがとても心配。心配しなくても大丈夫だよ。見た目はちょっと怖いけど、彼女は猫っぽくてとっても可愛い子だから。そう、兄さんがそう言うなら安心したわ。それに照れてる兄さん、なんだか新鮮。また明日も早起きなのに、ついつい SNS を見て夜更かししてしまいます。ふわー、そろそろ寝よっと。これが僕の一日でした。皆さん、おやすみなさい。おまけ、ニヤの勘違い。ある日、ニャーは見てしまった。ヤマトが綺麗な姉ちゃんと密会しているところを。兄さん、トイレットペーパー切れてたから買っていきましょう。なんかめっちゃいい感じじゃねえか。いやー、あいつにゃーがいるのにあんなクッソ美人で清楚な女と浮気しやがった。ねえ、今兄さんの彼女さんがいたような気がしたんだけど。え、今日の夕飯はマックのテイクアウトにしようか。いらっしゃいませ。激辛チリチリバーガーセット3つお願いします。かしこまりました。それと、ニヤちゃん、またたびさんっていますか？またたびさんならここに。神様、仏様、リーダー様、今はニャーいないことにしてください。すみません、またたびさんは今日お休みでして。ごめんなさい、私見間違えたみたいだわ。よう、ヤマト。おはよう、ニヤちゃん。うわぁ、どうしたの、その髪の毛、イメチェン。昨日てめえがコンビニで美人な姉ちゃんとイチャコラしてるとこ見たぞ。え？お前、ああいう清楚で美人な女が好きなんか？だったらニャーもなってやら。わぁ、だからニャーのこと捨てないで。すんすん。待って待って、確かに昨日僕はコンビニへ行ったよ。だけどイチャコラなんてしてない。嘘つくのや、髪の長え綺麗な女、覚えがあんだろ。もしかしてこの子のこと？ああ、こいつだ。てかイチャコラ写真見せつけんな、泣くぞこら。この子妹。え、んだよ、ニャーを騙しやがったな。うりゃうりゃうりゃ。でもよかった、マジ焦ったぜ。ふう、なあなあ、ニャーのこと好きって100億回言えや。んー、おいヤマト、どうした？朝ご